歌舞伎俳優、市川猿之助47の所属事務所は23日、公式サイトを通じて、一部報道があったハラスメントについて、今まで猿之助に関わった複数のマネージャーに聞き取りをしましたところ、弊社管轄の現場において、そのような事実は現在出てきておりません、とのコメントを発表した。 サイトでは、先日来、一連の事象に関するさまざまな報道がされておりますが、今なお当局等による対応が続いており、弊社としても要請に応じた協力をしつつ、松竹様と連携を取り、慎重に各方面からの情報を把握に努めているところでございますと現状を説明。 一部で報じられたハラスメントに関しては、今まで猿之助に関わった複数のマネージャーに聞き取りをしましたところ、弊社管轄の現場において、そのような事実は現在出てきておりませんとし、今後は弊社管轄内の関係各社現場に関しましても慎重に調査を進めていく次第ですと記した。 続けて、猿之助が救急搬送された18分の5弊社女性マネージャーの動きに関しましては、週刊誌の発売に合わせてマスコミ、報道関係者が自宅に訪れることが予想され、近隣住民皆様のご迷惑にならないよう、自宅、明治座までの移動に同行する予定でおりましたことをご報告申し上げます、と伝えた。最後は、なお、 個人のプライバシーに関するご質問やご紹介にはご回答いたしかねますので何とぞご了承くださいこの件に関する弊社所属俳優のコメントは差し控えさせていただきますとしマスコミ各社様 SNS を含む個人の記者様へのお願いがございます 市川猿之助の自宅およびご親族の方へのご取材はお控えいただきたく皆様のご理解賜りますようお願い申し上げますと呼びかけている猿之助をめぐっては一部週刊誌で弟子や劇場スタッフ歌舞伎役者に対してハラスメントを行ったと報じられたその後18日に東京目黒区の自宅で猿之助と両親が倒れているのをマネージャーが発見 119番に連絡したが母親は自宅で父親で歌舞伎俳優の市川段志郎さんは搬送先の病院で亡くなった猿之助は命に別条はなくすでに退院したと伝えれている以下はネチズンのコメントをまとめたものですハラスメントを受けて辞めた人が言ってるのでしょうから今残っている現場に聞いても今後の生活に影響が出ると思ったら ハラスメントはあるなんて回答は得られないでしょうね事務所を辞めた人に調査してみたらハラスメントが実際にあったのならいろいろ出てくるんじゃない自殺未遂がすべてかな事実じゃないなら普通に訴えればよかったし裁判費用などの金銭的問題もないでしょうから猿之助さんと被害を受けたと言ってる人に話が聞けなきゃ調べようもない 事実じゃないならなぜ一家心中のような選択をしてしまったのか猿之助さんがこうにコメント出してないのにマネージャーは答えようもない大なり小なり力を持つと勘違いする人間もいるハラスメントは本人がそんなつもりじゃなくても相手がそう感じれば成立する事案も多い立場の低い人にも配慮が足りなかったのかな 自殺未遂は事実じゃないならしないだろうし、少なからず思い当たる節があったのかもしれないね。いい役者さんだと思っていたから残念、取り留めた命大切にしていただきたい。行きたくても命を終わらしてしまう方々がたくさんいる。 松竹も事務所の K ファクトリーも猿之助が稼ぎ頭の役者の一人だからといって逮捕されて犯罪者にさえならなかったらできるだけ早く復帰させたいという気持ちがかなり透けて見えるきちんと外部からの調査を入れたのかもわからないし管轄の中でパワハラセクハラがなかったと結論付けるのはまだ早いのではないだろうか ただでさえ長いコロナ禍でエンタメ講習が大打撃を受けた後歌舞伎界のスターを一人ねえば彼ら興行するスタッフの生活にもかかってくるからといってさもしいと思う。